ステーフェン・クラウス・バイクは、オランダ、ニュエネン出身の自転車競技選手。2006年、ファンフリート・ユビッチ・アドボカテンと契約。2007年、ラボバンク・コンチネンタルチームに移籍。2010年、ラボバンクのトップチームに昇格。2011年、ツールド・スイス第6ステージにて、プロ初勝利。2016年、ジロでイタリア第14ステージにて、マリア・ローザを着用。 以降、首位を守り続けたが、第19ステージにて、落ち車し、総合4位という成績でレースを終えた。2017年、ブエルター・エスパーニャを総合9位で終えた。2018年、ツール・ド・フランスでは、プリモシュロ・グリッチとのダブルエース体制で臨み、第12ステージでは逃げに乗り、一時バーチャルで、マイオジョーヌ着用権利を得た。またこのステージの関東賞を獲得した。 終盤の三角ステージでも、大崩れせず、ツールでは、総合5位の成績を収めた。2019年、ツールドフ,フランスでは、総合3位となり表彰台に上った。AB ウィキペディア、外来語表記法、オランダ語原音を重視した、表記例に従った場合。ライアン、バリー、ジロディ、イタリア、クラウスウィックファースファイナルオフェンシブ・イン・ザ・アルプス、プレビュー。 cyclingnews.com 2017年5月14日閲覧。かつては綴りをそのまま、ローマ字読みしたような、クルイスウィック、クルイスウィックという表記、発音が用いられる例も多かった。J スポーツでは2016年5月より、クライスバイクという表記を用いている。しっくりしも2018ナンバー56、プロチームガイド戦士名鑑やアイス出版。 2018年。オランダ語による、発音霊法暴自郎新人賞2位クルイスウィックが、頂上制覇落ち者のソレールは、頭蓋骨骨折。これ以上の素晴らしい勝利はないシャベス、明日の TT にも期待していてほしいクルイスウィックチャベス。全く信じられないクルイスウィック。僕の自老は終わった。ありがとうございます。